はい、どうもことです。今日はね、ワンオクロックのアメリカンガールズの解説をしていきます。で、チューニングがドロップ D です。で、BPM が158です。でね、この曲結構かなりシンプルなんで、多分3、4分で終わるかもしれないんで、いつも結構サクッといっちゃうので、たまにはちょっと雑談でもしようかなと思うんですけど、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、いつもねバッキングからいくんですけど、この曲、リード入りなんでリードからやっていきます。じゃあイントロからいきます。でね、この曲多分ギター3本鳴ってるんで、さっきちょっと2本目のリードいきます。はい、両方ともオクターブ奏法です。初めの音が G ですね。ルートの音が4弦の5フレットです。でね、1回目にやったリードの方なんですけど、これはそのまま半音4フレットに下がる感じですね。で、2回目にやったリードの方なんですけど、5フレット、4フレット、2フレットです。はい、でね、右手なんですけど、これはまあ注意点というか、まあしっかりミュートして、一回一回ちゃんとこの右手の甲をここに当てて、完全に音を消す感じです。で、歯切れのいい感じで弾いた方がかっこいいと思います。これも一回一回ちゃんと止めてます。はい、そんな感じです。じゃあ続いてバッキングやっていきます。はい、ここはパワーコードです。もう僕の解説動画見てる人はもう大体もうパワーコードと、オクターブ奏法は覚えてきたんじゃないんでしょうか。じゃあここもいつも通りルートの音をフレットで言っていきます。最初の音が、6弦の5フレットです。でドロップ D なんで、この縦3つ押さえるだけなんでめちゃくちゃ簡単です。はい、6弦5フレット、5弦2フレット、6弦2フレット。最後が解放です。以上です。この曲は多分以上で全部いけます。はい、じゃあサビもコード一緒なんで、もうちょっとサクッとやっちゃいます。はい、ここもイントロとコード進行は全く一緒です。
まあ、ここは、まあ、ならない弦を小指で、僕の場合ですけど、小指で全部ミュートして、上の1、2、3弦は小指でちょっと軽く触れて、音が出ないようにしてます。この時も弾くコード以外は全部、弾く音以外は全部ミュートしてます。はい、じゃあそんな感じですかね、今回は。はい、じゃあ多分感覚的にものすごい短い動画になってると思うんですけど、まあたまにはっていうか、たまにしか上げないんですけど、動画。はい、まあできたらね、週1ぐらいで上げていこうかなとか思ってるんで、またよかったらチェックしてみてください。お願いします。よかったら下の概要欄に各種 SNS の URL と、あとよかったら僕のバンドのホームページとかもあるんで、よかったらチェックしてみてください。ではまた。